というと。ねえ、ジン釣れる？ああ、さっきはフグ、今度は熊の実。すっごい！それに比べて私はまだ0匹。もう、どうやったらそんなに釣れるの？ありあり、見て見て、これ食べてもいい？ダメだよアンバー、これを食べた瞬間に地上に連れて行かれるのよ。でも食べたいな。騙されちゃダメ。でもすごく匂いが美味しそう。もう我慢できない。来た来た来た、めちゃくちゃ大きなものの予感。人魚が釣れた。幻？いや、俺にも見えるよ、はっきりと。こんな可愛い人魚釣るなんてすごいよ。急いで連れて帰ろう。え？私人間の世界に行くの？ま、海の中は飽きたし、人間の世界でもなんとかなるか。アーリー、アーリー、待ってよ、僕を置いていかないでよ。ねえ、なあなあ、これは夢？私が釣ったんだよ。釣った？え、人魚が釣れるの？そう、名前はアーリーだって。この赤い髪に大きい目、かわいいよね。いやいや、それほどでも。これからは毎日私がお世話してあげるからね。じゃあ早速、私を釣った時の美味しいやつちょうだい。以外にも甘くて美味しいものいっぱいあるから食べて食べて。わー、何これ何これ。おー、美味しい。海の生活よりよっぽどいいわ。大変だ大変だ大変だ。アーリーがー、どうしたの、そんなに騒いで。あれ、いつも一緒のアーリーはお散歩でもしてるの？アーリーが、そのアーリーが地上に行ったんだ。え？地上に？なんですって？美味しそうな食べ物に釣られて連れて行かれちゃったんだ。大変だ、今すぐ探しに行かなきゃ。ねえアーリー、海の中ってどんな感じなの？全然つまんないよ、毎日することないもん。え、そうなの？時々人間のものが私たちのところに落ちてくるんだ。あ、アンバー、アンバー、来たよ来たよ。こんなものが落ちてくるのは初めてだね。どうやって使うんだろうね。あー、見て見て、今度はこんなものが落ちてきたよ。何これ、音でも鳴るのかな。そんな感じで人間のものを見ては私たちは外の世界がずっと気になってたの。へえ、私はそんなたくさんの人魚がいる世界の方が気になるな。あ、あれよあれ、さっき話してたやつ。え、これ？これのこと？そう、それってご飯食べる時とかに使うんでしょ？違う、これは串って言って紙を溶く時とかに使うんだよ。そうなの？じゃあそれと似たようなその先の丸いのは？このスプーンのこと？これはツルンツルンってしたゼリーとかプリンを食べる時に使うんだよ。ゼリー？プリン？何それ？めっちゃくちゃ美味しいからアーリーも食べる？いるいる食べる。アンバー、アーリーが連れて行かれたのは本当にここで合ってるの？うん、ボートでここまで来てアーリーはここで降ろされたんだ。でも私たちはこれ以上水がないから行かれないのよね。うわ、人間がこっちに来る。早く海に戻るんだ。人魚がいるっていう海はこの辺か？どこだどこだ？俺が釣って高く売ってやるぜ。人魚を売るなんて恐ろしいわ。人間は私たちを捕まえて恐ろしいことを考えてる。アンバー、アーリーを連れて行ったのもあんな感じの悪い人だったの？
まり覚えてないけど、にやりとして何か企んでそうだった。優しい顔には見えなかったような。それ絶対危ない人だわ。アーリーの命が危ない。次の日、なんか動きにくいし、先輩、あれ、昨日ココちゃんにもらったこの水槽、こんなに小さかったかしら。どうしたのアーリーって、大きくなってる。昨日そんなサイズじゃなかったよね。水槽も狭く感じるし。人魚ってね、あっという間に大きくなっちゃうの。でもそれじゃあさすがにここに住むのは狭いよね。でも水がないところじゃ生きていけないし。仕方ないけど海に戻るしかないわよね。せっかく友達になれたのに。あ、そうだ、友達になれた証として今度はココちゃんを海に招待してあげる。海も楽しいことがいっぱいあるんだよ。でも私人間だから水の中に入っても泳げないし。大丈夫、私こんなの持ってるんだ。これ人魚になれる薬？なりたい、私人魚になりたい。ちょっと待って、アーリー、ココナが人魚になるのは困るわ。大丈夫ですお母さん、こっちを飲んだら人間に戻れるし、私がついてるから大丈夫です。まあ、じゃあちゃんとココナが人間に戻ってこれるなら行ってきてもいいけど。いいな、いいな、お姉ちゃん人魚になれるなんてずるいでちゅ。それじゃあ早速人魚になれる薬をごくごくごくっと飲んで。おお、人魚になった。ヒレもあるし、どっからどう見ても私も人魚。それじゃあココちゃん、早速海に行こう。それじゃあママ、私は海の中に行ってくるね。何時間かしたら帰ってくるから。気をつけるのよ。行ってきまーす。こっちこっち、みんなのところへ招待するよ。どんな人魚さんがいるのかな。みんなただいま。アーリー無事だったんだね。人間に連れてかれたって聞いてずーっと心配してたんだよ。このココちゃんがずーっとお世話してくれて、美味しいものをいっぱい食べさせてくれたの。はじめまして、ココナです。あ、みんなこの子だよ。アーリーを船で連れ去ったのは。確かに優しそうな顔には見えないわ。この子、あなたがアーリーを連れ去った犯人ね。ちょっと待ってよ。確かに私はアーリーを家に連れて帰ったけど。アーリーを家に連れて帰ったって自分で言ったわ。違うの、別にそんな悪いことをしようとしてたわけじゃなくって。そうよ、みんな勘違いよ。ココちゃんは私の大事なお友達なんだから。急にお腹が痛い。アーリー、どうしたの、大丈夫？お腹が、大変だ。さっきこの子がいっぱい食べさせてくれたってアーリー言ったよね。まさか毒を入れたんじゃ。いや、そんなわけないです。ドーナツとかケーキとか美味しいものをいっぱいあげただけで。信じられないわ。実際アーリーはお腹を痛がってるじゃない。さてはあなた、アーリーを騙してここに連れてこさせて私たち人魚を売るつもりね。売るなんて、まさかそんなことしないよ。アーリーを連れ去った悪い人なんてこうしてやるわ。ちょっと何これ、なんで私が捕まえられるの。危ない人は放っておけないわ。この海の魔女アダムスの元へ行ってもらいましょう。ちょっと待って、本当にココちゃんは悪い人が。いた、何、私どこかに連れて行かれるの。しゃあ、サメ。サメ太郎、頼んだわ。アダムスのところへ連れて行って、この人間を任せるがお。何か毒に効くものは
心配はいらないよ。あの子はもう悪い魔女アダムスのところに行ったから大丈夫だよ。アーリー、みんな、私今からとんでもなく怖い人のところに連れて行かれるみたいなんだけど、私が助かるようにグッドボタン押して、そしてココちゃん頑張れって応援コメントちょうだい。アダムス、アダムス、悪いやつを連れてきたギャオ。おやおや、どんな子かと思えばまだ子供じゃないか。うわぁ、何このいかにも悪そうなやつ。いいかい、お嬢ちゃん、今じゃ人魚はとっても大事な生き物なんだよ。それを取ってどうするつもりだったのかい。だからそんなんじゃなくて、私はアーリーと出会って仲良くなって、いろいろお世話してたら大きくなったから海に返してあげるついでに遊びに来ただけで。嘘おっしゃい、私は知ってるんだよ、人間は嘘つきということをな。人間が嘘つき？昔私が子供と遊んでる時、釣りにやってきた男に子供が捕まって、私は必死に返してと頼んだ。すると男は、わかってるって、ちょっと一日借りるだけだよ、また明日返しに来るからさ、なんて言ったまま私の娘は戻ってこなかった。つまりお前たち人間は嘘つきで悪党なんだ。違う違う、その人がたまたま悪党だっただけで、私は決してそんなつもりじゃ。うるさい、人間なんて壊してやる。その姿じゃ悪いこともできないだろう。姿形全部変わるなんて最悪だ。私はただアーリーと仲良くしてただけなのに。ふう、やっとお腹痛いの治ったみたい。それよりココちゃんが大変だわ。アーリー、あのココちゃんって子に変なものを食べさせられたんでしょ。なのになんでそんなに心配するの。だからあの子は本当にいい子なの。私にいっぱい楽しいことを教えてくれたの。だからお礼がしたくて海に連れてきたのに、恐ろしいアダムスのところに連れて行くなんて。え、本当にいい子だったの。私のお腹が痛くなったのだって、私が食べ過ぎただけなんだよ。嘘、本当にいい子だったなんて。アーリー、ごめん、私の勘違いで。もういい、ココちゃんを早く助けに行かなきゃ。ごめんね、待っててね、ココちゃん。アダムス、アダムス、女の子は？オレンジ色の髪の毛をした女の子はどこ？ああ、この女の子とかい？私のコレクションとしてここに並べたのさ。前よりも可愛くなっただろう？ココちゃん！おーっと、私のコレクションには触らせないよ。アーリー、アーリー、助けて！ひどいわ、アダムス。この子は私のお友達なの。だから返して。ダメだね。私が死ぬまでここでこうやって眺めてやる。お姉ちゃん、いつ帰ってくるかな？ん？これは、ママ、ちょっと来てください。え？なに？どうしたの？って、ん？なにこれ？アーリーにあげるもの？あの子一体何をあげるっていうのかしら。これはココナのお気に入りのお人形、そして櫛、そして夜間。こんなのあげてどうするつもりだったのかしら。アーリーちゃんは人間のものを全然見たことがないから、すっごく欲しがってたでちゅ。だからこれらをアーリーちゃんにあげて、きっと喜ばせようとしてたんでちゅ。なるほど、それをあげ忘れたのね。ココナらしいわ。せっかくだし、私たちが届けてあげまちょ。ココナー、ココナー、お姉ちゃん、アーリーちゃん、聞こえまちゅか。こ
名前を呼んでる人がいる。またアーリーと仲良くなった人かも。ここだー、アーリーちゃん、忘れ物ですよ。うん、あなたは誰？私はアーリーのお友達で、今アーリーを呼ぶ声が聞こえたんですけど。そうならよかった。これをアーリーに渡してくれるかしら。うちのココナからのプレゼントなの。プレゼント？何これ、すごい。アーリーってこんなすごいものがもらえるの？これを届けたらアーリーも感動して許してくれるかも。海に持って行こう。それでは人魚さん、ココナによろしく頼むわね。アダムス、どうやったら私のお友達を返してくれるの？もう私のコレクションだからね。アーリー、アーリー、これあの女の子のママから渡されたの。それを届けに来たんだけど。あ、これは私がアーリーに渡そうとしてお家に忘れたやつ。それは私に貸しな。この形どうやって使うのかわからないけど、美しい、美しすぎる。そしてこれは何だい？人間を小さくしたのかい？これは私のコレクションにぴったりだわ。欲しい、欲しすぎる。あのおばさんも人魚と一緒で人間のものに興味があるのか。あ、そうだ、私をここから出してくれたらそれ全部あげます。だから私をここから出して。ココちゃん、でもあれってすごくいいものなんじゃ。私のお気に入りのものだからアーリーにあげようと思ったけど、アーリーにはもっといいものあげる。だからおばさん、私とそれを交換しませんか？よし、いいだろう。お前はもういらないよ。やった、檻から出れた。早くこのコレクションを飾ろうっと。まさか夜間で自分が助かるなんて思わなかった。無事に帰ってこれたけど、姿は人手のままか。大丈夫、人間に戻れる薬があるって言ったでしょ。それを飲んで人間に戻って。そうだった、ごくごくごく。あ、待って、今飲んだら姿は戻ったけど、息が苦しい。大丈夫、私がすぐに地上に連れて行くから。死ぬかと思った。それじゃあ今度こそ、アーリー、またね。うん、また遊ぼうね。バイバイ、アーリー。この動画が面白かったらチャンネル登録をして次の動画をお楽しみに。